こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、博物館明治村というところに遊びに行ってきましたので、今回はその感想です。はい、博物館明治村なんですが、愛知県犬山市にあります、明治時代の文化財等をですね集めたテーマパークみたいな施設になるわけなんですが、今ですね、明治探偵ゲームという形で謎解きですねをやってますので、半分それ目的で遊びに行ってきました。ざっと謎解きの感想なんですが、難しかったかなと。で、自分は頭が固い方なんでね、ぐるぐるいろんなこと考えすぎて深読みしすぎてハマるという、よくあるパターンに陥ってました。ただですね、本来でしたら自分がね、興味がないようなっていう言い方は良くないんですが、絶対自分だったら立ち寄らないだろうなっていうような、その建物の方もね、謎解きの関係で行かなくちゃいけないということで行って、中見てみると、ちょっと説明読んでみて、あれこの人知ってんぞみたいな形で、ちょっとね、そういうところで別のところにも興味も持ててよかったんじゃないかなというような謎解きでした。1個だけやってね、半日だいたい時間が潰れたので、頭固いだからだろって言われちゃえばそれまでかもしれませんが、それでね、あと残りの半日はいろんなね、回りきれなかった施設等を回って楽しむのがいいのかなと思います。で、自分もとそんな感じの流れで行ってきたんですが、主目的はこんな、ここですよ、ここ。はい、パッと見た瞬間にね、気づく方は気づくんじゃないかと思いますが、施設内にあります西郷柔道亭、明治村さんの方では西郷つぐみち亭というようなね、名前で出てるんですが、最近の資料によると柔道じゃねえかという話が出てますので、今回は西郷柔道亭の方で統一をしてみたいなと思います。もう行かなきゃダメですよね、瀬古丼やってますからね。で、ちょうど出てきたとこぐらいですからね。西郷柔道なんですが、小西郷とも言われて、海軍大臣等ね、歴任された明治政府の重鎮でもあるわけなんですが、資料読んでてもね、どんな家に住んでたかなんていう話は、ほとんど出てこないわけなんですよ。活躍等は出てくるんですけど、で、ちょっとね、どんな家だったのかなっていうのが興味もありまして、ちょっとぜひ行ってみたかったんで、これは行かなきゃということで行ってきました。で、肝心の西郷柔道亭なんですが、ガイドがありますので、ぜひガイドを聞きながら入っていただくのがいいんじゃないかなと思います。なぜかって言いますと、本来でしたら1階部分しか立ち入りができないんですが、ガイドを聞く方に限って2階への立ち入りができますのでね、せっかくなんでガイド聞いて2階からっていうのがいいんじゃないかなと思います。それで2階に上がってもらうと、なんだ2階に上がれるだけじゃねえかみたいな話になっちゃうんですけど、実は2階に上がると椅子に座れるんです。椅子に座れるってみたいなね、話になるんですけど、例えばね、ここです。応接室みたいな感じな室内にもなってるんですが、このソファーですね、このソファーも明治からある文化財だそうですね。修理はされてるってことなんで、明治のまんまっていうわけじゃないんですが、当然この椅子も座った状態で、一部の方はですけど、座った状態でガイドさんの説明を受けることができます。結構ね、ふかふかのいいソファーでしたよ。座った写真はないんですけど、そして奥に暖炉が見えると思うんですが、この暖炉ですね、日本三景が表現されていて、なんと陶器でできてるんですね。これもガイド聞かないと見れないかったんで、なんとなく今行った瞬間に、今からガイドやりますみたいなこと言ったんで、スーッと行ったんですけど、行ってよかったかなというふうな感じです。これガイド聞かなかったら見れないところですからね。ちょっとびっくりしたのが、こちらの椅子ですね、これ。椅子ばっかなんですが、今回椅子の説明だと思ってください。この椅子は、あの鹿鳴館から運んできた椅子だそうです。そして、ちょっと見にくいんですけど、パイプの部分が、竹っぽく細工をしてあるというね、こういう椅子もね、なかなか素敵で、ちょっとこれはね、座らせてもらえなかったんですけれど、鹿鳴館の椅子なんて多分ここ行かなきゃ見る機会なんてないですからね。もしくはもし見れたとしても、ガラスケースの向こう側、直接ねこんな写真撮るなんてことできませんので。そして1階です。椅子を2脚ご紹介したいなと思います。また椅子かよって感じなんですが、椅子がすごいんです。建物よりも椅子がすごい。で、まずこの椅子です。ご婦人型用の、ドレスを着たご婦人型用の椅子だそうですね。まずドレス着てるっていうことを前提で、座りやすいようになってました。そしてですね、金の蒔絵がこんな感じで施されてまして、ただ足の部分もちゃんと形がね、ちゃんと見ていただくと分かると思いますけど、
ってあるというような形でね、いい椅子ですよ。そして最後です、これですよ、この椅子。さあ今日は椅子の特集ですからね。何がすごいって、これまず日本にあるのが明治村と迎賓館の 2カ所だけだそうです。そして迎賓館にある椅子は、ガラスケースに入っていると。直接座ることができるのは明治村だけだということでそんなこと言われたらね、座らないでいられるわけがないじゃないですか。ってことで座ってきましたよ。はい、いやいい椅子ですね。ちょうどね、なんか食卓風な形でね、しつらえはしてあったんですが、会議室の椅子とかでもいいし、仕事するにはぴったりかなっていうようなねぐらいいい椅子でした。まあ聞くところによると、この明治村に来た時はあまりにもボロボロで、ヨーロッパまで送って修理したっていうことだったのでね、まあ修理どれくらい金かかったのかなっていうぐらいね、ちょっと想像しちゃいたくなるぐらいいい綺麗に直してありましたというような形でですね、まあ最後柔道亭を見て回ったんですが、ガイドさんからね驚愕のセリフを聞きました。この屋敷は西郷柔道が実際に住んでいた屋敷ではありませんと。じゃあなんで西郷柔道亭ってつけたとね、痛くなると。まあ実際はあの外人の、日本に来られたね外国人の方をもてなすための屋敷でとして建てられたそうです。本来の西郷柔道亭というのはその隣にあった和式建築が本来の西郷柔道亭だったよというねオチがついた、今回の明治村でありました。ということで今宵のどうでしょうはこれまででございます。